ニューズ姫神社、ニューズ姫神社、ニ仏姫神社、ニューズ姫神社、ニュー姫神社、トビ名神社は、和歌山県伊都郡葛城町上天野にある神社。式内社、明神大社、木の国一の宮。旧社格は、官兵大社で、現在は、神社本庁の別表神社。別称として、天野大社、天野四諸明神とも、全国に、 約180社あるニューズ姫神を祀る神社の総本社である。紀伊山地の霊場と山景堂の構成資産の一つとして世界文化遺産に登録されている。和歌山県北東部、高野山北西の天野盆地に鎮座する。空海が金剛法事を建立するにあたって、ニューズ姫神社が神霊を寄進したと伝えられ、古くより高野山と深い関係にある神社である。 神社背後のおねじょうには、高野山への表参道である高野山長石堂、国の史跡、世界遺産が通り、ニューズ姫神社は、高野山への入り口にあたることから、高野山参拝前にはまず、ニューズ姫神社に参拝る習わしであったという。ニューズ姫神社自体も、高野山からの影響を強く受け、境内には、多くの仏教系の遺跡、遺没が残る。 和歌山県、奈良県を主とした各地では、高野山の荘園に、ニューズ姫神社が誕生された関係で、ニューズ姫神社の分霊を祀る神社の分布が知られる。神社では、国宝の銀道昼巻立ちごしらえをはじめとする文化財のほか、本殿及び楼門などの社殿が国の重要文化財に指定されている。また境内は国の史跡に指定されている。これらのうち本殿、 ローン及び境内はユネスコの世界遺産、紀伊産地の霊場と山景道の一部として登録されている。祭神は次の世柱。これら四神は四諸明神とも総称される。縁儀式神明朝927年成立の記載では祭神は一座。その後に上記二座になり平安時代末頃からは四座になったと見られている。二平元年。 1151年の文書に第三神宮の記載があるほか、昭和六年、1293年には天野四諸明神の三大神王あり通り神の神託が見え、第三殿にあり通り神が祀られていたことがわかる。祭神の増加に関して、高野春秋によれば、上元二年、1208年10月に、北条政子の援助で、行商商人と天野宿により、 下比神宮の退職姫大臣、五福島神社の一喜島姫の大臣が誕生されたと言う。年代は資料館で食い違うものの、現在の祭人はこれに基づいている。創建の年代は不詳。張間国風土器一文には、二穂姫命、二穂姫の御事が見え、ニューズ姫人と同一視される。同文によれば、神宮皇后の参冠性伐の際、 二穂姫命が国の宮津湖の石坂姫命について信託し、赤土を授けて勝利が得られたため、関川の藤城の峰にこの神を祀ったという。その場所は、現在の高野長城津賀の東の峰に否定され、入川の水源地にあたる。また道地は、ニュー姫神社の旧鎮座地と見られているが、そこから天野への移転の経緯は明らかではなく、高野山への土地譲り、 口実に際して、センとする説がある。一方、ニュー大名人則とでは、ニューズ姫人は、伊藤郡炎田村、黒山町東北部の石口にあもり、山和国吉野郡の入下は上水分峰に上った後、山和国、木の国の各地に水味を指し、開墾、電磁作りに携わって、最終的に天野源に鎮座したと伝える。また、日本初期、 神宮皇后期には、木の国の小竹宮において、天野はじめと小竹宿を同所に葬ったため昼も夜も暗くなってしまい、別々に埋葬し直して元通りになったという説話がある。この、天野はじめ、入宿は、ニューズ姫神社の神職とみられる。ニューズ姫神社に関しては、皇后大宿空会が、高野山混合法ジを開いた際に地主が見たる。 ニューズ姫神社から神領を譲られたとする伝説が知られる。高野さんとニューズ姫神社の関係を語る最古の演技として、11世紀から12世紀の混合法寺混流修行演技がある。これによると、公認7年、817年に空海は、南山の犬海という2匹の犬を連れ両者に大和国、内郡から木国境まで案内され、後山民に山へ導かれたという。 以上の説話は、今尺物語集等にも記載されており、説話における前者は高野小神、狩場明神、後者はニューズ姫神、ニュー明神の化身と言われる。丹城はじめ死亡形状には、丹城氏が元狩人で神のののため二頭の犬を連れて狩りをしたという伝承があり、これが高野三階層に取り入れられたと見られている。空海の死後、その弟子たちにより、 ニューズ姫神社の信領はさらに、高野山の治療となった。ニューズ姫神社が、高野山に正式に帰属するようになったのは、10世紀末の高野山初代兼業で第四代執行の宮まごろとされる。国史での初見は、日本三大実録上情元元年、859年、で、ニューズ姫神に対して、14位下勲八頭の深海が、宝助された。 元行七年、八百八十三年には、十四以上、君八等に、少女されている。延長五年、九百二十七年成立の、演劇式新名帳では、木の国糸郡に、ニューズ姫神社名神大月寺ニーナメと記載されており、名神大社に列するとともに、月次祭、ニーナメ祭りには、朝廷から併白を受けていた。また、木国名には、天神として、 小一位、君八頭丹精神美名大臣の記載があり、同じく、天人として、小一位入高のお子神の記載もある。高野さんの改装以後、ニュー姫人と高野お子神は、入領書、入港の神として、高野さんの鎮守となり、壇上画覧にも勧定された。この記載は、文献では、大乗官府案観光元年、1004年9月25日や、 百連勝受影二年、1183年10月9日に見える。また、高野山の火災では、ニューズ姫神社が仮所とされたほど重要視されてた。以後も、ニューズ姫神社は、高野山と密接に繋がり、高野山の荘園には、神霊が誕生されて各地に、ニュー神社が建てられた。そのため、境内にも仏教系の仮覧が多く築かれ、その様子は、 鎌倉時代の工房大師、入高の領名人像、金剛ポジ像に見える、境内図にも描かれている。後世には、修験道の修行の拠点にもなった。現行の際には、入津姫神社は真意を表したとして、一躍有名なり、公家、武家から多くの寄進を受けた。この頃から、木の国一宮を称するようになったと見られている。木の国では、古くより、 日野熊神宮、国かかす神宮、和歌山市が、一宮の位置づけにあったが、一宮の故障自体はなく、二渦姫神社が、公安八年、1285年を所見として、一宮を称し、以後一宮が並立した。なお、他に、一宮を称した神社として、伊福都市基礎神社、和歌山市がある。中世には、多くの車両寄進を受けていたが、それらは、 天正県地において没収された。近世になり、高野山学寮寮から二百二国余りが分与された。明治維新後、明治六年、1873年に、近代社学制度において県社に列し、大正十三年、1924年に、官兵大社に昇格した。また、明治の神仏分離に伴い高野山から独立したが、今日に至るまで多くの僧侶が、 ニューズ姫神社に参拝しており、神前での度胸も行われる。ニューズ姫神、高野おこかみ、ニューズ姫神社の神職は、古来より、天野はじめ、天野の法理、入宿、誕生氏が担う。誕生はじめ死亡慶長によれば、入宿の祖は、天魂命で、騎士祖の新婚命の系統を引くという。ニューズ姫神社は、高野さんとの関係が深く、 古くは多方棟、三影堂、不動堂、三能堂、五間所、主老、教蔵、某社等の仏教建物が営まれていたことが、超え図によって知られる。神仏分離によって、これらは除かれたが、神仏集合時代の遺構が良好に残されている、ことから、境内は国の史跡に指定されている。本殿は、第一殿から第四殿の四棟からなる。 楼門奥の最上段に向かって右手から第一伝、第二伝の順で一列に並び、第四伝のさらに左手には、若宮が鎮座する。これら各党には、祭人が一柱ずつ祀られている。いずれも、同形式、同規模の一軒者春日づくりの日和田武器で、第一伝は、江戸時代の聖徳五年、1715年、第二伝は、室町時代の文明年間。 1469年から1486年、第三殿は、明治34年、1901年、第四殿は、室町時代の文明元年、1469年の造営である。角との内とも鎌倉時代の一軒かすが、世棚作りの宮殿を収めている。宮殿には加減4年、1306年の名があり、本殿前身の社殿と見られる。これら四殿は、 不指定の宮殿を加えて、ニューズ姫神社本殿として、国の重要文化財に指定されている。楼門は、室町時代、明王8年、1499年の造営。13世紀末の作という、原本着色具法大師に豊かの両名人像、金剛法寺像に描かれた、境内図には、現在の楼門の位置に八脚門が描かれている。 現在の形式は三軒一個の入りもや作りで、ひわだぶき。本殿同様、国の重要文化財に指定されている。境内東部には、鎌倉時代から室町時代に建てられた石像の逸話外場4基がある。高さは2.1メートルから3.6メートルあり、昭和6年、1293年、昭和4年、1302年、文法3年、1319年、 園元元年、1336年の国名がある。主元行者の行事の模様を伺わせるもので、和歌山県指定有形文化財に指定されている。境内背後のおねじょうには、高野山への表参道である高野山長石堂、国の史跡、世界遺産が通り、二ュ姫神社への枝道、八丁坂への分岐点には、通称、二つ鳥居と呼ばれる鳥居二基が並ぶ。 高野山参拝前にはここから、ニューズ姫神社に参拝する習わしであったという。貴族風土器によれば、この鳥居は公認10年、819年5月3日に空海によって建立されたといい、当初は木造であったが、慶安2年、1649年5月に、現在の石像で建てられたという。この2機は、ニューズ姫神と高野おこかみの鳥居を表すとされる。 いずれも国の史跡、高野山長赤堂の一部に指定されている。いずれも境内者、ニュ津姫神社で年間に行われる祭事は次の通り。御田祭りは、1月第3日曜に行われる、農耕神事。平安時代に始まったとされ、形態の変遷を経て、室町時代の祭祀の様子を伝えるという。神事では、法上を祈って舞が奉納した後、数々の芸能を披露する。 祭りは、和歌山県指定向け民族文化財に指定されている。ユネスコの世界遺産、紀伊産地の霊場と山景道、2004年7月登録の資産、ニューズ姫神社は、以下3県の文化財を含む、書籍、サイト、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。